ウィース、どうも、太です。今日は3年、4年前くらいに発売した伝説の神ゲーを久々にやりたくなったのでやっていきたいと思います。おりゃ人いない。おりゃおりゃ人がいない。やばいって。沢くんも火曜日春休み入ったよ。やったなんか昨日飲んでたらしくて、であいつが今日落としたのは必修の単位で、あの1年も落ちて2年目であいつまたそれで落とした件が3年も受けば1からまたてか、もう全校おる地獄やんけ。もうこれニュクタンの部屋探して待つ方が早いさやつある。やばお、これあと何時間待てばできるかな。500時間。お前最近何やってんの。あ、俺ね、最近もゲームかな。うん、え、何のゲームしてるの。あ、最近はなんか BO4 ってやつやってて。おお、そうなんだ。お前それ楽しい。いや、みんなでやってると楽しいかな。おお、よいよいよい。でもお前絶対負けないからな。お前絶対弱いだろ。いやいやいや、そんなことだよ。お前よりか絶対強いよ。おお、そうなんだ。へへ。あ、炭酸パンプルーン。誰かって。韓国人。誰か。助けてくれ。誰か BO3 来てくれ。そうしないと終われないんだよ、今日。もう3時間待ってます。誰か助けてくれ。誰か BO3 来てくれ。もう3時間待ってます。お、入ってきた1人。お、1人来た。ありがとう。サーチマッチしたら多分絶対この部屋に来るっす。この部屋しかないっす。まずあと2人。あと2人お願い。深夜やけどみんな動いて。今なんて言った。遊びをしようって。ガキが舐めてると潰すぞ。お、始まったやった死ぬさん、ね、やっていきますか。それ、ゆっくり行くしかないですよ。なんで勝よ、丸いけどみんな行くよ。行くよ。待って、レナも行くよ。レナちゃんも行っちゃうよ。おーのてか、ウォーター装備使わないとなんかさ、動画としてパッとしないから使いたくはないけど。何やそれ。おい、どけ。おい、やーへーん。おおい、 L2 で回復や。 L2 押せ。 L2、 いや、まだすごいことに気づいてしまった。何ですか。アダルトバッグがないぞ、この世界には。本日はアダルトバッグがない。怖すぎる、この世界。こんな世界で生きていけるのか。無理無理。アダルトバッグ欲しい。お願いお願い、チェンスやめさん、無理やり出してください。本日はアダルトバッグ、こちらドキドキ朝食のパントーストにうんちまみれ。それお前の弟や。お前なんかリアルっぽいからやめろ。なんかそれ突入ぞ。あ、俺棒持ちや。設置しますね。あ、いいよ、来いよ、行く野獣。行く野獣。おほー。昔からの礼儀ですよ、これが。まだ余る。あれ。あと一人。
頑張ってくれ。任せてくださいや、僕に。一発あれば十分。おい、俺を 1v1 にすんな。え、勝ちたい勝ちたいこの人ガチでやってます今。勝たせてください。ダブルタップ5、4、3。やったー殺すことはこんなに嬉しかったのか。ほら見て、こんな、どうしたらこんな飛ぶ。やばいなこのゲーム。さ、では RCXD を使います。おお、 HCXD。 おい、どうしたんだよみんな。 RC って言ってたじゃないか。オッケーオッケー、ナイスナイス。お前らもうやる、もしかして俺たちは過去にとつっちゃうよーん。フィリピンまでね、えへ。ほい、どうですかベストプレイ。やるね。いや、ラスキルかい。なんラスキルかい。わからん。いや、頭かゆ。あ、僕たち何日間風呂入ってないっけ。僕はリアルに5日。しかもあと3時間後には学校。ラストラウンドでしょうもなしはしたくない。うわ、きつい。おい、 1v5。 俺の得意ブームや。いや、ここで勝ったら伝説よ、あんた任せろ。俺が伝説を作る。うへへへ。まシーレケンスになってビッグマン起こしよう。いいね、マジで。いくよーん。当たった。おりゃーん。逆転されるよ。ダメダメ、それだけは許されんぞ。これ以上取り直しをしたくないんや。らしい。お願いお願い、頑張ろう。見てください、ぶち抜かれた。終わり。お、山田さんお願いします。任しとけって。いけ、ナイスナイスナイス。ラスト2枚2枚。おっ、いけいけいけ、ラストラストラスト。やった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 。この勝利のために何時間待ったことやろ、ロビーを。これで僕たちは安らかに眠ります。よかったよかった。あれ、まあね、シコザルは、あれ、おい、シコザルは、シコザルは、おい、ロケットがいないないぞ。おい、もうさ、あ、そうか、先の世界に行ったのか。違う世界線だったか。ピーって飛んで、シーコー、世に待って奇妙なしこまなし。ってことで、はい、おー、シーコー、お前かーガーン。おー、忘れた焦った焦った焦った。シコザルビッグバン起こしてたんや。ビッグバン起こしてたのシコザルだったんだ。よかった。ああ、よかったよかった。ということで、山田さん、こういう動画になってしまったわけですけども、BO3 の現状、どうでしたか？もう、デベソに隠れたシコザルの子。では、総括と次回予告お願いします。ドゥルルルルル、今回だってね、もう僕たちはもう、こんな、もう無理。もうやってられませんよ、深夜の朝から。ということでですね、次回もみんな美容法で本当に会いましょうね。次回山田シコザルと一体化する、テールスタンバイ。え、大叩くいるやん。